せーの、もんもん、すずもん、すずもんもん、すずもんもん、すずもんこと、すずもとめぐみでーす。イエーイ。というわけで始まりましたスロコス。今日は、長野県安曇野市のベガス1200さんに来ています。ここで、6ヶ月間いろんなコスプレをして、課題をチャレンジしていこうという企画です。というわけで今日も張り切って抽選をしてきました。あ、ちょっとくしゃくしゃになっちゃったけどはい、じゃじゃーん。整理券45番、すっごくたくさんの方が並んでた中で45番なので、なかなか頑張った方かなと思います。というわけで第1回目、気合い入れて頑張っていきましょう。行ってきます。目標は毎回1200枚以上出すこと、6ヶ月間トータルで万枚出すこと、達成すればご褒美、ダメだときつい罰ゲームが。頑張ります。あー、なるほど、そうですね。すごい今すごいめっちゃ必死に探してた。いや、でもすっごい広い、めっちゃ綺麗だし、こんな通路が広いお店なかなか見かけない。そして台数が多くて、どうしよう、迷子になってる。あー、バジリスクあるけど、バジリスクめっちゃ台数あります。あー、ダメだ、すごいいっぱいバジリスクあるんですけど取れなかった。バジリスクじゃないやつ、一瞬でバジリスク埋まるんですね。まあ、でもとりあえずバジリスクが打ちたかったけど打てないので、このすごい派手なジャグラーコーナーをちょっと見てみようかな。行こうか、寝台行こうか。はい、それではもう頑張って打っていくしかないからやりたいと思います。寝台なので私も初めてです。まあ、いつものジャグラーとなんか違うのかな、何にも特に事前情報入れてないんですけど、まあ大丈夫でしょうということでやっていきたいと思います。頑張ります。私バジリスクが大好きなんですよ。で、このバジリスクが流れる店内で朝からジャグラーを打つっていう、第1回目からすごい展開に。一日中光んなかったらどうしようって思う。ほら、100だよもう。あ、来た。待って、緊張しちゃう。失敗した失敗した。やったー、とりあえずもう私そんな心強めじゃないから
100超えたら不安になっちゃう弱い弱いでもそれで不安のまま私ジャグラーで600とかまでなんかねもう立ち上がることができなくて行ったことあるから怖くてはあ、無事に103回でビッグボーナス引けました。103回だったらねセーフあとはここからまたどん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 ピカピカなってくれることをお祈りするだけ。どうしよう。あ、これ入ってる。ちょっとだけやってみようかな。ちょっとだけ。それでは移動しました。1台空いてた、唯一空いてる台にそのまま座ってみました。これ前が470ぐらいはまってまだバジリスクタイムに1回も入ってなくてバジリスクチャンス4回の台なのでちょっとどうなんだろうな怖いなと思ったんですけどそろそろバジリスクタイムに入って大爆発っていうので満杯を目指して頑張ります。ダメだったらまた移動します。頑張ります。よし、あら、お、来たかも。バズレスクチャンス。来たでしょ。でもめっちゃ技してくるじゃん。やばいやばい。え、よかった倒せると思った。とりあえずバジリスクチャンス。源之助です。やめようかなって迷ってる時でも源之助です。なんかいけそうな気がしてる。どうだろう。いけた、やったー。座ってよかった。ありがとう。すごいいい感じがする怖いなこれ終わっちゃうのかな。やば。やばいな。
て来た。まあどっちにしてもそうだよね。でもでこういう時にいっぱい乗せたいのにすぐ終わったりする。今日の引く前に3人も倒しちゃった。8ゲーム507枚。ジャグラーの残りでこれだけになったんで少量でも運ぶことは大事。頑張りますって言ってる時は結構いける。ダメだった。来た。やっぱやった。これかっこいいよね。これかっこいい。いけいけ。イエーイ。撃破達成。今日2回目のバシリスクタイム48ゲーム222枚。終わり。なんか調子良かったの最初だけ感がある。壇上屋敷ないのかな。いやもうまた後期あ確定。急に後期嘘じゃなかった。めっちゃ後期嘘でしょって言ってたけど。やったー後期。後期って言った。それも信じていいのかな。お願いします。あ、いけたいけた。よかった。いけたじゃん。もうやめてよ。よかった一安心。でまたこれでしょ。ただもう今ギリギリこっち来た時ぐらいの量になってるから増やしたい。お願い。嘘嘘。終わり。163枚ってつらっ。ジャグラーからバジリスクに移ってバジリスクタイム3回入れたんですけど、そのうち2回が単発。こんな感じで前半戦終了です。イエーイ。今日のすずこす。今日のコスプレはメイドさん。ポイントはここのこれです。
ちょっと空いてる台があったので移動してみます。その台はちょっと壇上屋敷に1回も入れなくて不安すぎるので、これでもういきなり当たってくれたら源之助で500人だ。来た。残りベル4回。終わってほしくない。もう引くしかない、引くしかない。お、左衛門の出番来た。来たよ、来たでしょ。やったー当たった、やったこれ負けない1.6%、 設定2が 7%、 設定3 1.6%、 設定4 6.3%、 設定5 1.6%、 設定6 3.1%。 ってことで確率が高いのは2。2かな、じゃあ。もうここまで来たら500まで行こうかな。500まで絶対行けないからやるか。結局ね、来た。あ、これでバジリスクタイム入れたら許せる。ひどい。ひどいね。
何があった？今度こそでしょ、今度こそ。もう全然、なんで？本当に行く気あんの？もう何？え、私モテ遊ばれてんのかな？え、遊ばれてるよね、もう完全にこれ。1,2,3,4,5,66スルーしたもん。もうでもバチリスクタイム入るまでやります。頑張れ。来た、レインボー激発、激発、超いいこれ。やった。倒した。けどここでメダルがなくなった。あ、よかった。え、これタイム入れるよね。お願いします。ありがとう、よかった。このまま時間がなくなって帰んなきゃいけないかと思った。これこれ、やる気、これ。やったー。お、嬉しい。結果発表したいと思います。まず投資が900枚、そして、流れていったのが385枚ということで、マイナス515枚でした。いやーもう、まず何がダメだったかって思うのが、抽選でやっぱ1番引かなきゃ、とりあえず。やっぱり今日はもう大好きなバジリスク絆から始めるって決めてたのに、それがもうダメだった時のもう絶望感。目標がまず毎回1200枚、毎回1200枚出すっていう一つ目の目標がもうすでにダメになったわけですよね。じゃあ次でもし2400枚いったら今日の分も OK にしてくれる？その辺じゃ交渉します。あの最後のバジリスクのあの変な引っ張り方がなかったら
私今日結構いけたと思うんですよね。まあでもまあまあ頑張ったから罰ゲームとかはなくていいんじゃないかなって思います。うん、私頑張ったし罰ゲームなしでダメ？ダメ？罰ゲームなしダメ？今日の一曲。よし、この状態でよし、多分いけると思います。じゃあやりますね。記念すべき第1回目なんで、一番私の得意なやつ。ちょっとダメージを乗り越えて頑張ります。こそもう頑張ります。またツロコス見てくださいね。バイバーイ、ありがとうございました。